こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はアマゾン、シンガポールアマゾンかオーストラリアアマゾンか、どちらに取り組むべきかというね、質問をいただいたんで、それについてお答えします。結論から言うとね、両方を取り組むのがおすすめです。しかし仕入れ資金が寂しい場合、あるいは時間がない場合はどちらかに絞ることになります。その時の参考資料と状況というのをね、ちょっと説明したいと思います。まず所得ね、それは使うお金がなきゃね、しょうがないんで、所得はどうかということなんですけど、シンガポールが世界で12番目に所得高い639万円、オーストラリアが14位578万円と、ただね、これオーストラリアね、為替すごい動くし、どうなんでしょうね。この程度、1割ぐらいの違いなんでね、この所得によって、じゃあシンガポールの方が上だからシンガポールにしようというようにはならないかなと。ね、所得については似たり寄ったり、どっちもね、非常に稼ぎはいい方だということが言えるんでね、これどっちも有望な市場なんですけど、所得ではちょっと決めきれない。ちなみに、参考まで日本は22、449万円。いかにね、輸出せずにお金を稼ぐのが難しいかというのが分かりますけど、日本で稼ごうというのは厳しいというのが分かります。でちなみにこれがいただいた質問の内容です、ね。シンガポールも好景気、ね、過去日本はひょっとしていつの間にか一般人レベルでは貧乏国になってしまったということでしょうか、ね、オーストラリア好景気も堀さん、メルマガ見るまでは知りませんでしたということなんですけど、これ私のね、メルマガとか動画で、たびたび言ってますけど、そうです。日本はね、所得こう見てもわかるように、貧乏国っていうとね、みんな気分悪いかもしれないですけど、裕福な国ではないと、ね、非常に、厳しい状況にあるというのは言えてます。だからね、輸出をするっていうのはまず大事なことでね、そのシンガポールかオーストラリアか、どう決めようというのはね、なかなか厳しいんですけど、比較は続きます。でこの会員さんがいただいた質問ね、発送料はどちらの方が高いでしょうかと。送料ね、送料安い方が儲けやすいのかなと。なかなかいい視点ではありますけど、そんな送料で決めるほどはね、違いがありません。これちなみに今止まってますけど、オーストラリア止まってますけど、 EMS の料金表、シンガポールは12,100円、これ12キロってね、だいたい1回に1箱で送るので、この、8キロから12キロぐらいで送る会員さんが多いんでね、12キロで一応見ますけど、12キロ12,100円と、でオーストラリア16,700円、4,600円違うのかということなんですけど、これ例えばね、23個商品を送れば200円の差、46個送れば100円の差しかないんで、1商品あたり100円とか200円はね、正直ね、いくらでも商品探しで、誤差、あるいは為替の誤差でひっくり返っちゃうんで、送料でも決めきんないと、ね。じゃあ何で決めるのがいいかというと、親しみを持てるね、商材、あるいは身近にあるお店で、商品カタログにある商品を見つけやすいところを選びましょうという話をしたんですけど、ちょっとね、カタログって何ですかという質問になっちゃったんで、その説明です。Amazon のこの普通の商品が書いてあって値段が書いてあるやつ、このページをカタログページって言います。これがカタログページです。ね、ですので、このカタログページを見て、自分がよく行くお店、あるいはね、自分が親しみを持てる商材を、オーストラリアとシンガポールで見て、どちらの、ね、市場、シンガポール市場に、たくさん自分の行く店で、カタログがあってランキングついてるというんであればね、シンガポールに取り組んだ方が稼ぎやすいでしょうし、シンガポールはあんま見つからないけど、オーストラリアでね、結構このカタログページにランキングある商品見つかりますという場合はね、オーストラリアに取り組んだ方がいいということが言えます。このね、商品を見つけやすい市場はどっちかと、ね、これは人によって違います。好きな商材、近くに何の店があるかによって違いますんでね、そんな形で、商品を見つけやすい方の市場に参入した方がいいと。ただね、両方参入した方がいいな、間違いなくてね、これさらにメリットデメリットついていくと、今のうちにね、シンガポール、オーストラリアやるって決めても、シンガポールもやっといた方がいい理由等が、出てきます。まずオーストラリアのメリット、これはライバルがいないのでアマゾン一人勝ちと
ね、日本みたく楽天だ、ヤフーショップだ、あるいは ZOZO タウンだとかね、そういういっぱいのネットショップがあって、その中に Amazon がね、参入したわけじゃなくて、実質 eBay しかない中に Amazon が入っていって、で、eBay がね、今ね、オーストラリア EMS、郵便が止まっちゃいましたんでね、eBay ではもう物が送れないという状態になったんで、FBA を持ってる Amazon 一人勝ちになってます。ね、ライバルがいないんで Amazon 一人勝ち。で、ただ、オーストラリアね、デメリットもあります。まず、FBA 倉庫の拡充が遅く、在庫制限がきついと。ね、FBA 倉庫に300個の商品しか入れられないと。これね、商品の回転率を相当上げないと、制限が解除されないです。ね、でただ、これ2018年のうちに始めた会社さんは、まあ、別に初めから1500個納品できます。できました。ね、納品制限なしでいつの間にか1500っていう風になってたんでね、やっぱ早くから始めた会員さんに、優遇、早くから始めた出品者を、まあ、優遇しているのは間違いないと。まあ、すでにだって売ってる実績があって問題がなければその人に引き続き売ってもらえばいいわけですから、わざわざね、新規で参入した人を優遇することはないと。まあ、強力な商材と思ってれば別ですけど、まあ、そういうことを考えるとね、やっぱ早いうちに始めたらすごい、メリット大きいなと、ね。1年早く始めて別に何も変わったことしてないのに、この FBA 在庫に5倍の開きがあるというのは、これ全然ね、すごいアドバンテージです。で、おそらくシンガポールも土地が狭いんでね、同じような制限がかかってくる可能性高いと。そうするとね、始まった今のうちにシンガポール、アマゾン始めとけば、いずれ FBA の、ね、在庫制限とかかかったときに、オーストラリアと同じように、ね、早くから始めてから在庫制限たくさん入れられるというふうになる可能性が高いんでね、シンガポールも同時に始めることをお勧めします。何しろシンガポール、アカウント作るのはね、ちょっとオーストラリアより大変ですけど、まあ、それ私のサポートを受ければ難なくできますし、FBA 基本料無料ですから、年内お金かかんないと。ね、で、アマゾン手数料も安いです。これなんでかって言ったら、シンガポールの場合ライバルがいるんでね、アマゾン手数料安くなってます。そう考えるとね、これどっちですかって無理やり決めるよりは、まあ普通に考えたら両方やっていいと。ただね、あえてどっちにしようかなというので、メリット、デメリット、書きますけど、結局のところ、まあそういうことよりね、どっちの商材が見つけやすい、自分の商材がどっちの市場の方がね、儲けやすいか、儲かる商品が、たくさん見つかるかでまず始めると。でもいずれにしてもね、それで資金が増えたらまたシンガポールも始める、あるいはね、シンガポールで始めたらオーストラリアも始めるという形にした方がいいですし、今世界中のアマゾンの中でこのオーストラリアとシンガポールっていうのはね、別格に有望な市場なんで、まあ両方、参入することをお勧めします。そんな形でね、今日はいただいた質問で、まあ、ちょうどいい質問だなと。カタログの説明というのもね、私は普通にカタログと使っちゃうんですけど、カタログというのがね、わかんないという質問も、たまにいただきますし、それとシンガポールね、なんでシンガポールとオーストラリアアマゾン両方やるべきか、それについてもね、ちょうど一回なんで説明させていただきました。オーストラリアアマゾンとシンガポールアマゾン、どっちをやるべきか、両方やってください。ね。で、あえて決める、まあ、とりあえずはどっちか、片方で始めますという場合にはね、自分の商材を、売りやすい市場に取り組んでください。またご質問ご報告とお待ちしてます。 Amazon 輸出サポーター堀秀夫でした。